子どもに英検合格させたいチャンネルリニューアルサンキューメール絵作ゆっくり丁寧に5問練習5問目結構難しい <noise> ゆっくり丁寧に説明しますよろしくお願いいたします1問目から少しずつ難易度を上げていきます好きなところで一時停止を活用してください問題文で重要なところ語数制限は 15号から20号も問題文に書かれている質問を2つに答えることここは重要なポイントになりますが語数に関しては1号2号少し超えても特定への影響は気にしなくても良いです1問目は英検公式のサンプル問題から始めていきますこちら英検公式サンプル問題です最初の挨拶もすでに記入されているのでメールの本文だけ作るという視点です文字が小さいので 大きく表示させます状況と質問2つを確認しましょう友達の誕生日パーティーに行ったという設定になってますということは 過去の話ですね質問1パーティーには何人参加していたのか質問2パーティーの料理はどうだったのかではアリスさん返信メールを書いてみてください「The party was so fun for me. There were seven people at the party.In addition, the food was very delicious. パーティーはとても楽しかったわ、そのパーティーには7人いました。さらに、お料理もとても美味しかったです。21号。ちゃんと人数と料理について述べながら、過去形でまとめられていますね。2問目。Hi。Thank you for your email.I heard that you went to the Osaka Castle Park last month.I want to know more about it. how many people were there？こんにちは、メールありがとう。あなたが先月、大阪城公園に行ったことを聞いたよ。もっと詳しく知りたいわその公園に何人いたの?。で、公園で何をしたの?。あなたの友達でしたより。大阪城公園に何人いたのか?。大阪城公園で何をしたのか?。これを聞かれてますね。では、アリスさん、お願いします。

パークを追加して増やしてもかまいません子どもが公園ですることこれを5個ぐらい英語で表現してみます I played on the swingsI climbed the jungle gymI jumped rope with my friendsI rode my bike in the parkI built sand castles at the park どれを使っても問題ありません3問目 はい。Hi. Thank you for your email.I heard that you went to the zoo last week.I want to know more about it.How did you get there from your house?In what animals did you see?Your friend, Thomas.Konnichiwa, メールありがとう。あなたが先週動物園に行ったことを聞いたよ。もっと詳しく知りたいんだ。家からどうやってそこへ行ったのそして、どんな動物を見ましたかあなたの友達、トーマスより。

21号語数が足りなくなることはあまりないのですが念のため最後の一文、like、こういうのも準備しておくと良いでしょう4問目「はい」「Thank you for your email」「I heard that you went to the museum in your town.I want to know more about it.How much was the ticket? And when did you go to the museum? Your friend Cassandra こんにちは、メールありがとう。あなたが街の美術館に行ったことを聞いたわ。もっと詳しく知りたいの。チケットはいくらでしたかあと、いつ美術館に行ったのあなたの友達、キャッサンドラより。美術館のチケットの具体的な金額と、いった日時を聞かれてますね。10, というように、自分で決めて大丈夫です。

練習ですので難易度を1.5倍ぐらい上げます。5問目、こんにちは、メールありがとう。 来月シンガポールに行くと聞きましたもっと詳しく知りたいですいつシンガポールに到着しますかそこに何日間滞在しますかあなたの友達シャルロットより未来の話を聞かれてますねいつシンガポールに到着するのか何日滞在するのかどこが難しいかというと来月行くと限定されてるのがポイントです などは、来月を超えてしまうので使えません一番無難な回答としては End of next month. 来月の末に到着する。アピールしたい場合は試験日が5月ということは翌月が6月なので On the of June. 6月1日に到着するとばしっと書いても構いません海外だから滞在は5日間ぐらいにしてみましょう

はい。皆様、お疲れ様でした。今のところ練習問題がまだ少ないのですが、ご要望があれば追加で作ります。この動画が参考になれば幸いです。またね。